その生い茂る細道を踏みしめながらお父さんになられます。なぜ都の喧騒から離れ紀伊山地の雄大な自然に抱かれたここ高野山をお開きになられたかと申しますと、神は国家の御ために、下はボロボロの修行者のためにとあるように、国家の平和と真言末途教育の根本道場と作り、真言密教の法統を守る聖地として、さらにはお西岸にあるようにこの地に入寺を受信され、永久に来て財政移民の行を続ける聖地としてお開きになられました。高野山は古くからこの世の浄土と言い伝えられておりますが、八王天台、蓮の花が開いたように八つの峰々に囲まれた地形です。お大師様がお開きになられてより、1200年の時を経ても変わらぬお山のありがたさに感謝を込め、心の愛と言われております金剛流宗教舞踊と共に一応西岸和山を奉納いたします。Thank you.